皆さんどうもこんにちは、ガクです。本日は4月13日からやってきた復刻週間パート1レビマ比較やっていきたいなと思います。すいません、パート2とパート1の順番が前後してしまったんですけど、昨日パート2、本日パート1の動画投稿させていただきました。やっぱ今週はパート1でしょう。改めて比較動画作って思ったんですけど、結構いい選手いますね。まあぶっ壊れクラスはいないですけど、ブカキンビカキンにとっては安定補強で強い選手が多くて、特にバグ強化盛りだくさんなので、割と引くのありかもなって思っちゃいましたね。ぜひこの動画を見た上で検討してみてください。そしてちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら、高評価チャンネル登録でぜひ応援してください。みんないつもありがとう。ということで選手多いのでサクサクいきましょうか。まずは第21位 B 評価、ラフマニ選手。高身長でフィジカルコンタクトなんかが高いのはいいんですけど、強化ポイントがいまいち噛み合ってないんですよね。ワンタッチシュート追加も決定力トップ強化もセンターバックとしてはかなり微妙なんです。そしてもう一つの習慣の方が強そうですね。第20位同じく B 評価、バエセン選手。バエセンって名前なんか好きなんだよな。波小さいのゴールキーパーは C 固定期間ありがたいですけど、ゴールキーパー数値が全体的に物足りないかな。ガチスカで使うレベルではないと思います。第19位 B 評価、なんとブライトンからソリーマーチ選手。いいですね。確かこの時ってリバプール戦で2ゴールしてソリーマーチが選ばれた記憶がありますね。間違ってたらごめんなさい。ワンタッチシュートついたり、間違いなく通常よりも強化は入ってるんですけど、瞬発以外の数値で飛び抜けたものがないですし、優先して使う感じではないかな。ただ僕はブライトンスカット作ってるので絶対に引きますね。てかマーチって星さんなんだ、それに驚いた。第18位は B 評価、ルイス・エンヒ選手。ダブルタッチついたのは熱いし、見たら分かる通りドリブル系だったりとかスピード瞬発はレベル高いので、ドリブラーとしては優秀なんですけど、まあインサイドレシーバーがちょっと気になるかな。意外と無印 CF とかで使ってみても面白いかもしれません。第17位はアーロン・ランズデイル選手。アーセナルの守護神でリアルではラムズデイルって呼ばれてますね。リフレクティング94はめちゃくちゃ高いですけど、波普通で188センチ、クリアリングなんかの能力も低いので、この辺り考えるとガチスカで優先して使うほどではないかな。ただアーセナルスカットには欠かせない存在だと思いますので、グーナーの方はぜひ狙いに行ってみてください。ちなみにこちらが過去版との比較。実は今でも丸2のパック版が過去最強なんですよね。丸1丸3から乗り換え、丸4は好みですけど僕は乗り換えしない派ですね。第16位 B 評価、ルックマン選手。このルックマンは最近投票 FP で最強が更新されたばかりで、そっち持ってる方からしたら渋いですし、これね通常との比較見てほしいんですけど、実は最新の通常がめちゃくちゃ強化されてるので、正直ねこの FP よりも通常取ってレベマにした方が僕は強いと思ってますね。そういう意味で今回はちょっと厳しめの評価にしてみました。ただプレスタイルなんか変わってますので、この辺りは好みで判断してみてください。第15位、こっからが優評価、ダビド・シルバ選手。このダビド・シルバ何がいって、2列目からの飛び出しに変わってるんですよね。そしてドリブルパス系見てください、相変わらず極上の数値ですよね。スキルも優秀ですし、チャンスメイク型の2列目としてステータスはかなりいいんじゃないかなって思ってますね。ただスピード瞬発、キック力、スタミナなどが軒並み低いのがネックなので、そこまで実戦向きではないのかなって印象ですね。希少性も考慮して今回はこの順位にさせていただきました。他バージョンと比較したのがこちらで、全体感を見るとやっぱり習慣の効果が優勢ですけど、大事な数値を見ると丸2丸3からは乗り換えなくてもいいのかなって思いましたね。第14位は A 評価、オシメーン選手。このオシメーンはね決して弱いわけではないんですけど、だいぶかぶりが多いと思いますし、そこも考慮して今回この順位にさせていただきました。まあ、あとはルックマン同様ですね、最新の通常がかなり強化されていて、波小さいだったりとかスキルも増えてますので、そこも含めて考えるとわざわざ狙いに行くほどではないんですよね。初ゲットだったら十分当たり枠だと思います。でこちらがですね過去版との比較。前半はショータイムが過去最強で、2番目に強いのが丸2だと思ってますね。ただ見たら分かる通りですね、能力だけで言えば丸2とはトップ強化の違いだけなので、まあ好きな方を選んでいいと思うんですけど、まあスキルの違いもありますので、どっちか選ぶなら僕は丸2かなって思ってますね。丸1から乗り換えちゃってください。後半で言うと全部ハイライトなので、スキル追加次第かな。スキル追加しないなら今回、スキル追加するならハイライト、こんな分け方で考えてみてください。第13位は A 評価、ラッシュフォード選手。この時のラッシュフォードって2列目になっていて、瞬発トップ強化、あとはサイドハーフに変わったのでパス系など地味にバグ強化入ってるんですよね。まあでもサイドハーフで使うならパス
付けスキルは必須で欲しいので、無印のウィングか無印のセンターフォワード、この辺りで使っていただくのがいいと思いますね。まあシンプルにウィング起用が強いかな。波は普通なので、ライブアップデート再開したらぜひ使ってあげてください。それにしてもこのスピード瞬発とキック力、えぐいことになってますね。ちなみに他バージョンとの比較はこちら。バグ強化入るとこういうことが起きるんですよね。能力は前半全部乗り換え安定で、後半に関してもビッグタイムには負けてますけど、丸5丸6よりも強いので、ビッグタイム以外では最強ですね。ユナイテッド好きな方、ラッシュフォード好きな方はぜひ狙いに行ってみてください。第12位は A 評価イカルディ選手。このイカルディは結構魅力的ですよ。スルーパスとスーパーサブがスキル追加されて、ワンパワンシュースルーパー3種の神器が揃った上にスーパーサブで能力の底上げがされますので、これはやれそうですよね。それこそ僕一つ前のスーパーサブないバージョンを使っていて、結構使用感良かったので、スーパーサブついたら弱いはずはないんじゃないかなって個人的には思ってますね。ただ人は選ぶかな。スピード瞬発低くてでかいので、空中戦強い分重さは感じるタイプだと思います。ちなみに前回との比較はこちら。能力ほぼ変わらず、スーパーサブスルーパスの追加もう完璧に丸に。第11位は A 評価チアゴシューバ選手。このチアゴシューバはね、習慣のセンターバックとしては相当強いと思ってますよ。ディフェンスセンス、ボールダッシュは習慣とは思えないレベルで高いですし、ワンパ持ちなど足元の安定感もあるのがいいですよね。これで波小さいなら、普通にセンターバック少ない方にとっては大当たりだと思っております。まあでも身長面とかスピードを考えるとトップクラスって感じではないので、今回はこの辺りの順位にさせていただきました。でこちらがですね、過去版との比較。丸3が過去最強で、丸2もハイライトなので、ディフェンス面見ると丸2優勢かな。丸1から乗り換えちゃってもいいと思います。第10位 A 評価最後は久保建英選手。この久保選手、僕は持ってないんですけど、やってる方の評判めちゃくちゃいいんですよね。ラインブレーカーにプレスタリが変わって、ワンタッチシュートはないですけど、ダブルタッチ、ワンパスルパー、スキルが神なんですよね。そこにですね、これだけ足元が高いラインブレーカーって意外と珍しいので、この辺りのスキル構成と小回りをラインブレーカーに求める方にはめちゃめちゃ合うと思いますね。で僕もですね、ライブレの丈が欲しいので狙いに行こうかなって思ったんですけど、これ見てください。実はこの後にもう一回ラインブレーカーの丈が来ていて、ワンタッチシュート追加されてるんですよね。まあこの丸5が絶対に復刻するとはまだ言えないんですけど、まあラインブレーカーの丈が欲しい方はこの時まで待っていただいてもいいと思いますね。ただまあ能力は今回なので、まあワンシューよりも能力を取る方は今回を選んでみてください。で他の比較で言うと、前半で言うと丸1、丸2、丸4から乗り換えで、丸3とはプレイスタイルが違うので、そもそも好きな方を選んでいただいていいですけど、チェイシング持ちなんかも考えると丸3の方が総合力は高いですね。丸6、丸7はエピックなので乗り換えなしですし、この表にはないですけど、最新のショータイムもそっち持ってたら当然そっちで OK ですね。第9位 A プラ評価グリマルド選手。グリマルドはね、直近でかなり強い FP が来たので、そっち持ってたらいらないですけど、それ持ってない方にとっては結構当たりだと思いますね。シンプルにサイドハーフとしての性能がすごく高いですね。サイドバック登録の選手になるんですけど、ぜひ左サイドハーフで使ってみてください。ダブルタッチあるし、スルーパス、ピンクロインターセプトなどスキルがサイドハーフとしては完璧に近いんですよね。実際ですね、裏総合値も左サイドハーフでなんと97でございます。サイドハーフあるフォーメーションをメインで使ってる方には普通に大当たり枠だと思っております。お次も A プラ評価第8位サディレク選手。実はこの選手も CMF から DMF に変わってバグ強化入っております。見てくださいよ、この強化度意味わからんレベルに上がってますよね。ちなみに本職の CMF で使うと裏総合値97でございます。いや普通に能力優秀ですよね。スキルでミドルシュートとワンタッチシュートが追加されて、スキルはかなり揃ってますし、この攻守のバランスの良さ、身長169センチで瞬発やドリブル系も高いので、かなり軽く扱えそうですよね。波は普通ですけど1回しか FP 来てないし、希少性なんかも考えると僕はまだまだ隠れ当たり枠として優秀だと思ってますね。ぜひ当たった方、どっちかというと前目のセンターミッドフィルダーで使ってみてください。第7位は A プラ評価ベンエデル選手。ベンエデルは無料配布されてたり、完全上位互換の習慣がいたり、ビッグタイムがいたり、過去版との被りが気になるんですけど、まあ、シンプルにスーパーサブラインブレーカーとしての性能が高いですよね。逆足もいいし、まだまだ現環境で参るスーパーサブだと思っております。でこちらがですね、過去版との比較。最強は丸2なんですけど、無料配布の丸3よりは強いし、丸1からも乗り換え推奨、他のバージョンからは乗り換えなくてもいいと思います。
第6位は A プラ評価ダニーロ選手、センターバックでの総合値95、サイドバックでの打総合値96でございます。このダニーロはハードプレスにプレースタイルが変更されてディフェンス能力トップ強化で登場ですね。まあダニーロはねぶっちゃけハイライトの方が強くはできるんですけど、そもそもとしてダニーロがすごく強いので、無課金美課金で初ゲットの方にとってはガチスカ常連レベルの選手になると思いますね。このバランスいい性能でセンターバックも両サイドバックも運適性あるのは優秀すぎますね。ぜひサイドバックメインで使ってあげてください。で、過去版との比較で言うと、まあ予想通りですよね。習慣なので全体の能力は足元とかかってるんですけど、ハイライトはディフェンス能力やスタミナがしっかり強化できるので、ハイライトいればそっち使ってもらって OK かな。丸1から乗り換えちゃってください。丸5、丸6からは当然乗り換えなくて OK です。第5位は A プラ評価デンベレ選手、ミドルシュート、ワンタッチシュートの追加で登場。ドリブラーとしての性能はピカイチですよね。まあ、能力はもちろんなんですけど、逆足最高最高なのでもうギュンギュンでございます。それでいて両ウィング両サイドハーフまでできちゃうのはいいですよね。まあ、基本的には余裕の大当たりなんですけど、一つ寂しいのが最新と比べた時にスルーパスが消えちゃってるんですよ。これがねスキル追加できない習慣としてはかなり痛いポイントなんですよね。実際に比較してもまさかの5分の3がスルーパ持ち。逆にですねワンシューあるのは嬉しいですけど、こういうデンベレみたいなタイプはスルーパスの方が優先度高いと思いますので、丸1以外は乗り換えなしでいいと思います。第4位は A プラ評価ガビ選手、このガビは登録ポジションが左ミッドフィルダーに変更されてピンポイントクロスの追加、当然左ミッドフィルダーにも本適性が追加されました。まあ、ぶっちゃけですねこのガビって強化度がすごくいいとかではないんですけど、左ミッドフィルダーに本適性があるのと2列目に変わってますので、ここを評価する方はぜひこのバージョンを取っていただきたいなって思ってますね。まあ、実際ですね僕2列目のビッグタイムを左ミッドフィルダーで使ってるんですけど、まあめちゃくちゃに強いのでビッグタイム持ってない方とかは狙う価値は十分あると思いますね。4141とか4222とか流行りの強いフォーメーションで使えるのが激アツですよね。逆に今来てるラリーガのバージョンみたいにリリングはできないので、ここだけは注意してあげてください。で実際にですね比較がこちらになります。まあ、やっぱりこうやって見ても能力で言えば過去版で十分なので、さっきも言った通り適正の部分とピンポイントクロスの追加をどう受け止めるかですかね。後半に関しても丸4丸5の方が能力は高いですね。てか丸5のガビ能力高いな、素晴らしい。さあ、こっからがトップ3。まずは A プラ評価、ディバラ選手。まあ、大体ですね、ソチャゲってどんどん強い選手が出てくるので、基本的には復刻で評価が上がるパターンっていうのはないんですけど、このディバラだけは逆パターンなんですよね。最新の通常がコンディション並み普通なんですけど、逆にこの時大きいなので、今のベンチ役が増えた状況を考えると、このギャンブル性が生きるんですよね。このコンディション並み大きいって知ってる方も多いと思うんですけど、絶不調になりやすい分、絶好調にもなりやすいので、覚醒した時の爆発力っていうのが半端ないんですよね。しかもこのディバラ能力優秀なんですよ。かなりバランスよく総合力が高いタイプなので、リンクのセンターフォワードで使うもよし、無印 OMF で使うもよし、これが無料分で当たったら大当たりですね。てか僕も当てに行こう。スルーパスだけがないのが悲しいですけど、それ以外は完璧に近いと思います。実際ですね他バージョンと比較しても、まあ、足元とか大事なところでちょいちょい負けてますけど、ワンパついてこの全体能力って考えたら、まあ、前半はねプレースタイル変わってたりもしますけど、基本的には僕は乗り換え推奨ですかね。で実際ですね見てほしいのがこのビッグタイムとの比較、能力で言えばかなりいい勝負じゃないですか。まあこちらもですねプレースタイルが違うので純粋な比較っていうのはできないんですけど、初期スキル面は習慣の方が優れてるし、パスの上手さなんかは圧倒的に今回だったりもしますので、この習慣は僕はビッグタイムに迫るレベルの強さだと個人的には思ってますね。ぜひこの辺りも見た上で狙うかどうか判断してみてください。ちなみにセカンドトップでの裏総合値100でございます。バモン。第2位は A プラ評価ジェラール・モレノ選手。実はこのモレノ僕直近でもガチスカで使ってるぐらい結構お気に入りの選手なんですよね。まあ、ちょっとでかくて重いタイプではあるんですけど、ダブルタッチあってワンシュースルーパーあって足元もしっかりあって、僕の大好きなリンクフォワード、リンクフォワード好きな方はぜひバランスタイプとして取っていただきたいですね。なんと TS100 で総合値も99でございます。まあ、正直ね能力的にぶっ壊れとかリンクフォワードの中でも特に強いとかではないんですけど、なんか使ってみると使い勝手はいいし、決定力はすごく高いので周りを生かしつつもガンガンシュート狙いたい方は特におすすめになってますね。過去版と比較してもお話にならないレベルで強化されてます。最高。
さあ、そしてこのガチャ第1位は A プラ評価ギブス・ホワイト選手。センターフォワードに登録ポジションが変更されてバグ強化、通常から意味わからないレベルで強化が入っております。僕もですね、当てた当時めちゃくちゃ使っていて使用感良すぎてびっくりしましたね。個人的には CF でよく使ってたんですけど、無印の OMF で裏総合値も100乗ったりしますので、 OMF 起用も無難におすすめです。足元が非常に高いので軽く扱える上に全体バランスがいい、周りを活かせるタイプのストライカーですね。まさかのインターセプト持ちだったりとか、割とね他にいないタイプの選手なんですよね。ただね、今思い返すとスルーパスないのが辛い、まあ、スキル面はちょっと惜しいかなってところで今回は A プラ評価させていただきました。まあ、でもパス数値自体はすごく高いので割と数値でカバーできるタイプの選手ではあると思いますね。ちなみにこれが過去版との比較、こう見るとバグ強化ってすげえってなりますよね。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。やっぱりこうやって見ても当たり選手結構多いですし、リンクフォワードで優秀な選手が多いんですよね。なので僕みたいにリンクフォワード好きな方はこのガチャ結構積極的に狙ってみてもいいんじゃないかなって思ってますね。今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。まあちょっとでも参考になったら嬉しいですけど、ぜひ今後動画が良くなるために意見なんかもコメント欄でいただきたいなって思ってますね。今日も最後までありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。